はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員靴田亮でございます。カズ様、練馬大根様、つくし様、ご支援ありがとうございました。何度もいただいている方もいて、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。抗がん剤の副作用か、ちょっと今胃腸が痛くてですね、これ胃腸の薬とか何飲んでも治らない痛み、まあ抗がん剤の影響が一番出る、細胞分裂が盛んなところ、胃腸と抗がんらしいんで、ちょっと腹が渋いです。食えないとか寝込むほどではないんですけれども、まあ胃腸が若干痛い、いうような感じでね、外出れねえなこりゃ。産経報道、岸田政権6月策定予定のクリーンエネルギー戦略に、まあこれなんとか白書とかそういうような政府の発表でしょうね、指針とか、まあ防衛大綱とかそういうようなあれでしょうかに、原発新設や建て替え明記を見送る方針、参院選に影響するとして、どっかで聞いたことある理由だな、前もあったなこんなことな、しょうもない理由だな。強制送還不能の欠陥入管法の改正もですね、参院選に影響すると見送ったしね、これね野党が反発しそうなんつってさ、そんな人と揉めたくねえんだったら政治家なんかやめろっつうの、政治家なんか揉めてなんぼだねえの、私なんかは思いますけれどもね。とある豊島区議会議員にそれ言ったら黙っちゃって賛同は得られませんでしたけれども、さらに岸田政権、佐渡金山の世界遺産推薦も本年度は見送る方針、見送ってばっか、入管法も佐渡金山も原発も見送ってばっか。韓国政府はですね、半島出身者強制労働の現場であると難癖言いがかりつけてきて、外務省はですね、政治案件にされてしまい厄介、言ってたそうでね、これが原因みたいなんですね。韓国政府が反発してるから見送りみたいな話なんだって。まあ世界遺産ってどっちごとないですけど、世界遺産になったから何だってんだって話なんですけどね。安倍元総理は事実に基づいて反論すべき、物証ねんだから、それどころか募集に自ら応募して雇ってもらった、どこが強制労働だっていうようなね、証拠はわんさかあるんですよ。強制労働させられた、とっ捕まって奴隷にさせられたっていう証拠はない。でちゃんとお金もらって、ちゃんとそれもいい給料もらって働いてただけみたいな証拠はたくさんあるんですけどね。岸田総理、登録を実現する上で何が最も効果的か総合的検討を行っているかなんか言っちゃって、カッコつけちゃっても結局見送りと、何が総合的検討を行っているんだって話なんですけど、きちんと考えていく、しっかり考えていく、時期を見て判断するなんてことも得意の巻きで、まあカッコつけて結局はやんねえ男だな、何癖言いがかりにですね、面倒だからっつって反応すればね、つまりですね、発言撤回したり公の場で謝罪しちゃったり、こういうふうに見送っちゃったりすればですね、この談話の二の舞なんですよ。あれもね、ガチャ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 韓国政府が言ってきたから、これ言えばもう言わねえからって結果どうでした？河野談話を盾にさらに言うようになってきたんじゃないですか。韓国政府はですね、これで引き下がるわけもなく、岸田は押せば引くってますます調子に乗るに決まってますよね。言いがかりと難癖激化するに決まってますよね。そんなこともわかんない、そんなこともわかんないんだ岸田政権は。あと取り巻きどもは、ブレーンども、何がブレーンだって話、脳みそ
あんのかって話なんですけどね。まあ、もっとも岸田政権ね、ブレーンを財務省で固めてるんだって。で、増税以外は興味ないんでしょうね。ブレーンも岸田総理もね。参院選前だから。野党が反発しそうだから。韓国政府がうるさいから。見送り見送り先送りと。ああ、これが岸田政権ですか。着実に実績積んでますね。なんか夏休み最終日まで膨大にある宿題に手つけない子供のような感じですね。私もこのタイプだったんですけれども、私幸いですね、頭がものすごく良くてですね頭がものすごく良くてですね真に受けないでくださいねまあ夏休みの友なんつう問題集は楽勝だったんですよ、1日で。ですけど非常に困ったのが絵日記絵日記が非常に困りました。最終日1日でやるには困る。なんぼ知能指数高くてもね。オタキング岡田斗司夫さん、こんなこと言ってますよ。夢には利子がつくと。これね、40過ぎまでミュージシャンになる夢とか小説家になる夢とか追っかけてもいいけれども、その利子がついてですね、夢を追っかけてた時間が長ければ長いほどドカンと返済を迫られる時が来る。で、それ返しきれない。で、40過ぎまでミュージシャン目指してて定職につかずってやってた人間がそこからどうなれんだっていう話なんですけどね。まあ取り返しがつかない人生。まあ夢には利子がつく。それは自分ではない誰かがですね。岸田総理、そのまとめて返済、先送り先送り見送りの返済はですね、自分じゃない誰がやればいいと思ってんのかな。公家だから、公家政治ですから。なんか岸田総理、私ロボットみてえだな。なんかアンドロイドとかそういうね、なんか人入ってんのかな。怒ったり悲しんだり何もしなさそうだな、思ってるんですけどね。さらに2月1日採決予定の、対中非難決議はですね、初期案からグダグダの骨抜きの内容になったみたいであります。中国っていう文字は削除、中国非難決議がただの非難決議になっちゃったんで、非難って言葉もなくなっちゃったんで削除。人権侵害は人権状況なんていうわけのわかんねえ、言葉に変えられてしまいました。まあ、公明党が頑張って頑張って頑張ってですね、骨抜いて骨抜いて骨抜いて、今もう豆腐みてになってますよ。ろくなもんじゃねえな。ネットの反応です。失望しました。名指しせず、非難の文字もないならどんな意味が。全くだね。全然無意味な気がするけど、こんなもん白紙と同じやんか。公明と縁を切れ。話はそれからだ。テレビが全力で岸田総理を叩かない理由と。難癖つけたり言いがかりしたりいざぶったりなんかすると、あっちフラフラこっちフラフラグダ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 動くから、やりやすいのがね、テレビとしてはね。こんなんだから日米首脳会談してもらえないんだよ。米国大統領、今はバイデンってことになってますけど、首脳会談3ヶ月以上してない。これ異例のことみたいですね。なんだかんだ言ってアメリカの同盟国の中で最大は日本ですからね。 GDP も最大。あと核武装してねえだけで軍備、軍事力も最大であります。イギリスよっか予算多いしね、軍事力のね。ですんでね、最大の同盟国と3ヶ月も代が変わって話しねえなんて前例がないそうであります。なんか2回より悪くなってない。これ俺そう思うな。なんだかんだ言って2回の上には安倍総理がいて、ピシピシやってもらってたんですよね。世論調査で8割がですね、中国は信用できないって答えてるのに、全く時勢が読めねえこと読めねえこと
はなはだしいよね。公明党がぐだぐだ言ってきたら、いやいや、こういう世論調査出てんだから、ここで強く出るべきだ。説得もできない。知らないんだが、そんな気力ねえんだが、増税のことで頭いっぱいだね。これ利子高くつきそうだな。ひょっとして利子を払い切れずに岸田政権倒れかもしれないですね。まあそれはそれでいいんですけど、今岸田政権はですね、面倒先送りして利子溜め込んでますよね。一生懸命ね、いつか払わなくちゃなんねえのに、100回見送り先送りしてもですね、それで選挙勝てるとは限らんでしょ。それで確実に選挙勝てんだ。面倒なことを先送りすれば勝てんだ。そんなったら歴代総理みんなやってない？みんなやってますよね。私もですね、6月の参院選、東京選挙区6枠に挑戦する予定ですけど、その時は自民党候補と争いますけれども、これ岸田政権が変に改心せず、今のままぐだ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 先送り先送り見送りで、保守層に完全に呆れられて見放されるといった展開の方が私にとってはいいのかな、なんて思ってみたりしますけど、こんなね、情けない見送り先送りばっか政権は腹が立ちますよ。帝国民としてね。岸田政権はね、先祖と子孫に恥ずかしくないのかな？恥ずかしくないんですか？岸田総理は。ロボットですか？まったくね。オーストリッチシンドロームって言葉、皆さんご存知でしょうか？これはダチョウ症候群って、まあ日本語訳されてんですけれども、まあこういうことなんだって、頭を地面に突っ込んで難を逃れた気になっていること、どうしたってその避難できてないですよね。難を逃れられてないですよね、これね。でまあこうやってるやつがいて、まあバカだっていうような話なんですけど、まあオーストリッチシンドロームってこういうことなんですけどね。これは真実はですね、ダチョウはですね、消化に必要な小石や砂をですね、砂袋、胃腸の砂袋に取り込んでる。で、地面に頭突っ込んでる。のがですね、これまあ、その時は人が行って、その姿を見るわけだ。人が来てるのに、あんなことやってて、それで難を逃れた気になってんのかな。ダチョウってバカだなぁ。というとこからオーストリッチシンドロームってなったんですけれども、まあまあバカで難を逃れてるわけではなかった。本当はその必要があってやってる行為なんですけれども、一般的にオーストリッチシンドロームっていうと、まあこれのことを指すと、こういうバカなありさま、これで難を逃れた気になっているんでしょうか。見ざる聞かざるの見ざる言わざるじゃないや、見ざる聞かざるやってんですかね。岸田政権ね、頭地面に突っ込みっぱなしじゃないですかね、本当に。まあ呆れて物も言えないとはこのことですけど、これの画像を探してるうちにこんな動物雑学もありました。ライオンはメスの発情中に20回から40回1日に交尾しなければならない。きついなあ。まあメスの発情って日が限られるから、その間頑張ってできるだけのことはしておくみたいな感じなんですかね。それに疲れ果て逃げ出したオスはどうなるかって言いますと、こうなります。弱点をメスに噛みつかれる。あらあらら、顔がこんなですね。これの写真見て私はチャーチャーララ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 ネネ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 というミュージックが頭を浮かびました。男は辛いよ。まあこんな映画ですね。
今時のジェンダーに配慮した虎次郎だったら、え、女も辛いのって言うんじゃないかなって思いますけれども、まあまあ、あの、男は辛いよ、ライオンも大変だな、百獣の王とは言いつつも、こんな顔して逃げ回ってなくちゃいけないのかって、うわーって辛いなー、まあ、あの、余計な話、 100% 余計な話でありましたけれども、東京都にまん延防止など重点措置が適用された場合の飲食店への協力要請の内容なんですけど、1、夜9時まで酒あり営業に1日2万5千円。まあ、あの、9時には閉めなさいよ。いうことですね。2、夜8時まで酒なし営業に協力したら1日3万円で、都が調整中だそうであります。まあ、したら全部休んちゃっても3万円もらえるってことかな。ネットなんです。なんで飲食店ばっかり本当に学習せんな。他にも困ってる業種はたくさんあるのに、知り合いの飲み屋は協力金で外車買ったわ。東京都のですね、あの、飲食店、でですね、あの、時短協力金、最初から最後までずっと協力してると、今までいくらもらえてたかっていうと1200万円だそうであります。これね、新宿なんかに多いそうなんですけど、私はあんまり行ったことないんですけど、一坪の宮、席が4席ぐらいしかなくて、まあ、おかみっていうか、熟女が一人でやってるような飲み屋は、あ、これはいいですよね、なかなかね。はい、そういう小さいですね、飲み屋さん、1日売り上げ、まあ、4席だったら2回転しても、どう頑張っても、あの、売り上げ、4万円ってとこですかね。4、5万ってとこですかね。そういう店、売り上げが4、5万ってことは、まあ、儲けがなんぼ頑張っても2万とかですかね、残りがね。そういう店はとってもいいですよね。考えなしにばらまいて、足りなくなったら増税かよ。これ、あの、都の事業ですから、そうかもしんねえな。みんな大変だからと我慢している人たちは損して、声のでかい小じぎだけが得するシステムと。まあ、これも言い過ぎだとは思いますけど、今更飲食控えて効果あるんか。酒出さなければ感染が減るという根拠を示せ。これ、あの、大阪知事の吉村知事が専門家と、あの、ヒアリングしてですね、その酒出さなかったからって、時短営業したからって、感染が抑えられたっていう事実はないですって大阪大学かなの、あの、教授かなんかに言われちゃって、カメラがいっぱい入ってってことね、すげえ、あの、上向いて東方にくれた顔してましたよ、吉村知事。だから8時まで下げ出さない、下げ出しても9時までで閉めちゃう、それで感染が抑えられるっていう科学的根拠がないんですよね。専門家はなかったですって言ってるしね。まあ、めちゃくちゃですわ。これ、あの、東京都小池都知事がやってます、頑張ってますってアピールのためだけにこういうことをやるんでしょうか。まあまあ、あの、ばらまき政策っていうか、なんかをあげるっていう、まあ補助金もそうなんですけど、必ず不満がねえんですよ。もらえる人もらえない人出るから。これは、あの、安倍政権でやったですね、一人一律10万円支給っていうのが一番不満が出ないのかなって思えば差にあらず、一律全員支給でもですね、外国人にも支給するのかであるとか、コロナでも全然収入が変わらない年金生活者や公務員や生活保護者には支給しなくていいだろうが、というような不満が出たんですよ。なんかあげるっていうのは不可避なんです。
不満が出るんです。それが定めですな。まあ、一番いい方法はですね、まあ、1年間消費税廃止とかであるとか、もう東京都だけあれだわ、 5% にするわ、支出多い人も少ない人もそれなりに恩恵得られるじゃないですか。なんぼ支出が少ないですね人でも年間100万ぐらいは使うでしょう、生活に。100万で済むかな。生活保護って今いくらもらえるんですか。15万ぐらいとしたって100万じゃ効かないですよね。したら、まあ、100万最低で生きたとして、消費税 10% をなくしたら10万円支給と同等になりますよね。で、まあ普通の人は100万じゃちょっと足りないから、まあ、300万、400万と、使っちゃう人は30万、40万。使ってる人はそれなりに。使ってない人もそれなりに。恩恵を得られる。これなら公平ですよね。まあそれはですね、財務省が死んでも嫌なんでしょうけどね。今回の3万円支給っていうのは都の予算でやるらしいんで、これ消費税の都の取り分の 5% を1年間廃止もできますよ。できるんですよ。そういうこともできるんですよ。飲食店だけとかですね。そもそも時短営業をお願いするのが正しいのかという議論も検証もなくですね、まん延防止、まん防なんつっちゃって調子こいでやってるけど、全くね、ネットのおかげで一般人がこんなに賢くなってる世の中で、上が愚かっていうのが丸上がりになってきちゃって、まあ、岸田政権にしても小池都知事にしても頭悪いなって思うことばっかりで、本当に嫌になっちゃいますよね。まあまあ完全完璧な世界だったら私なんかが立候補しても無駄なんでしょうけどもね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。